こんにちは、アップバンクのマミルトンです。今日12月27日3時からチェインクロニクルの新章じゃない第1章の完結となるオートが解放されました。ということで早速ゲーム画面を見ていきましょう。ちょっとこちらです。起動したらクエスト発生、新しいエリアが解放されました。次なる物語へ進みましょう。オッケー。出てる。ネクストオート。こちらが解放されたオートだ。ちょっと見よう。なんと、おーすごい。あ、広い。なるほどね。まがまがしいですね。敵はちなみにどんぐらいなんでしょうね。10章の1は敵のレベル38、なかなか強いですね。ただこの間のこの間のランキングの時になんか50がゴロゴロ出てきたんで、38ならいけるだろうということで、まず1つ目行ってみたいと思います。あ、ちょっとここは隠しますね。はい、すいません。ちょっと剣術にメインの騎士パ、騎士と魔法パ、騎士マで行きます。おっと、10勝1は、はい、ということで、ストーリーはネタバレになっちゃうので皆さん自分で進んでいってお楽しみください。ということで戦闘シーンからスタートしたいと思います。再開。倍速でいいかな。おっと、ちょっとビクビクしながら入ったけど、なんとか大丈夫そうだ。大丈夫そう。赤い火属性の敵ばっかですね。だから氷系の攻撃のキャラがいるなら連れてきてもいいかもしれないですね。よいしょ。あ、危ない。チェインコンボサード倒した。経験値1400をもらえる。これは結構ランクが上がりやすくなるんじゃないでしょうか。なるほど、こんな感じの一章でした。最初なんか火属性ばっかりでしたよ。はい、では次はもう一個のイベントの、オートはちょっと後でじっくりしたいと思います。でもう一個のイベントのチェインストーリーフェス、こちらですよ。ありがとう。アップバンクの動画これからもいっぱい出していくんで、ぜひこのチャンネル登録押してください。押した？押してない？もう一回いきますよ。このチャンネル登録を押してください。お願いします。バイバイ。